中国、王毅外相、また暴言連発で大炎上、尖閣諸島で、本日、菅首相と中国の王毅外相が会談し、その中で菅首相が、中国公選の日本の尖閣諸島周辺海域での航行と香港情勢について懸念を表明、また北朝鮮による拉致問題の解決に向け、中国の協力を要求しました。王毅外相は会談の後 偽装漁船が繰り返し尖閣諸島の敏感な海域に入っている。今までは双方の船は入っていなかったのに今入っている。これが両国の共通認識を壊している。このような船舶を入れないようにするのはとても大事だと、またしても暴言を連発されておりますが、そもそも日本漁船は日本の領海や排他的経済水域で、 漁をする権利があり大昔から日本漁船は尖閣諸島で漁を続けておりますまあ、こういった暴言本日もですね出てしまっておりますがまあ、こちら本来は菅首相と会談させずに昨日の時点で国外追放した方が良かったんじゃないでしょうかまた こういった中国政府、中国共産党の構成員は、独裁体制の影響で批判されることに慣れておりません。大きい外省の場合、ヨーロッパ訪問時に批判され続けて泣きそうになっておりましたので、日本政府には、こういった中国政府、中国共産党の構成員に対しては、今後は徹底的に厳しく、 対応していただき日本の常識である大人の対応は、中国政府、中国共産党には全く通用しないどころか、悪用されるだけでございますので、ぜひとも中国政府、中国共産党のメンツを完全に叩き潰すような対応を今後は取っていただくようにお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。